あ、98兆か。あれ99見逃した。99あったさっき。おま、あ、98。普通できちゃいますね。92兆。はい、92兆です。92か、うん、もうすぐ半分やね。大好き。難しいわ。もう足元見とったら全然気づかへんわ、そんな。83かな。ああ。ね。82兆。はい、ラスト80。次は70番台です。ちょっとむずい。77かな。もうね、さっきがなんぼだったかすぐ忘れるからね。やっぱ単語帳言うで、これ180までのリストつけて丸つけていくやな。そうやね、うん、植えとるか。植えとるな。おかしいな。どうだったかな。へえ。あ、ここが出てきたら面白い。68。あ、そうだ。66。見ました。65な気する。65やな。ね、もう騙されへんと。3ちゃうからな、これ。はい、左側に道路が見えてきました。まもなく八立茶屋です。63。さあ降りてきました。トイレはあそこです。こっちに行くと八立茶屋があります。焼き餅が名物です。
11時54分、矢立茶屋に到着しました。焼き餅ありました。ですね、前は店内で食べれたんですけれども、ちょっと炙ったりして、今はコロナウイルスの関連で販売のみってことで、今これ買ってきました。開封の儀。チャラララララン。これがノーマルと、味は2種類です。これ1個おいくらでしたかね？ちょっと何言ってるか分かりません。100円ちょっとってことですかね。あれ、これ全部一緒の色かな、ちょっと微妙に違うかな。はい、ちょっといただいてみたいと思います。柔らかい、うん、おいしい、美味しいです。もち。こっちがよもぎです。よもぎ。うん。美味しい。うん。今日さらに美味しいよね、うん。いつにも増して美味しかったわ。すっごくお餅が柔らかくって、うん、でこの香ばしい感じがあるよね。うん。あ、やしもちやからか。すごく香ばしくって、こんなに美味しかったっけこの焼き餅って、もうほんまに、うん、なあ。なんかただの饅頭とはちょっと違うね、風味が、うん、はい、焼き餅を食べ残り60丁頑張ります。はい、はい、こっからも結構ね遠いんよ、うん、実は、ね、うん、実は遠いんよ。勉強中心であんまり朝ランをねしなかったんですよ、この1ヶ月2ヶ月うん、うん、夜更かしして勉強して、こうパリパリチョコレートとか食べて、あ、頭張ったらかい、甘いものって感じでついね、こうねしてるうちに、なんと栄養士の専門学校に行って4キロ増体脂肪も激増しまして、なんじゃそれ、ちょっとね、栄養士としてあるまじき感じになってしまってるので、失格。いや、ほんとほんと、うん、で、朝ランもサボってましたらですね、うん、体力がもう落ちて落ちて、うん、こんにちは。いや、こんにちは。もうね、一般の人がね、ここを歩くのにね、いかに苦労して登ってたっていうのがね、ほんまにね、痛感できてます。いつもはね、うん、体力があったから、もう普通のピューってハーフマラソンぐらいのイメージでね、うん、行っとったんやけどね、これ遠いわ、ほんまに。もうちょっとごめんなさいと思った。これはね、ほんまに一生涯に何回かとか思うの分かる。矢立が60で、矢立を過ぎると59ね。58、うん、57兆、はあ、きついとこやね。53兆です。坂圭氏、おっ、坂圭氏やぞ。ああ、坂圭氏、なんか苔むしたね、これ。おお、こんな苔むしてなかったような気するけど、ここらへんのか、通れるか、こんな今朝をかけたと言われる石です、弘法大師がね。はい、はい、くぐったら長生きできるのか、なんかそんなんやった、うん、くぐれません。54兆、はい、54兆、あ、今日から元気、押し上げ石、ね、ちょっと見どころゾーンやね、言うたら、うん、弘法大師ゆかりのこの石たちが、母親が結界を乗り越え入山しようとした時、激しい雷雨が母親を襲い、親孝行の弘法大師はこの押し上げ石を押し上げ、母親をかくまったと言われている。すごい力持ちよね。53兆、はい、まあなんだかんだ言ってもね、一歩ずつ前に進めてるとね、足を、うん、こうやって調子の数が減ってくるのがね、うん、やっぱりね、調子がなかったらもうずっと同じ山の中にいてるような気になってしまうやん。
包丁石本当に優れもんやと思うわ。あ、進んでるっていう。51丁。52を見逃したかな。うん、50丁。48丁。純吉選手バテてます。46丁。何時か本当だね。44歳。純ちゃん44歳。アラフォー最後。ああ、こっから人生が遡っていく感じね。180歳までは生きられへんからね。あ、42じゃ。そうや、3消えとったな。ああ、まあ、41。はい。今日のやつ。今日のやつ、星ネーブル。じゃららん、ちょっとね、思いつきで1日しか干してないからね、ほぼネーブルですけど、うん、これ月下、山口県周防大島さん、うん、うん、美味しい、うん、うん、酸味がいいね。はい、時刻は12時40分になっております、うん、はい、ここで一遍車道を渡りまして、今度はこっちです。距離は手元計測で間もなく 17.9 キロ。はい、この付近で熊が、熊の出没が確認されました。うん、おー、懐かしいな。いや、私ここまでもうちょっと遠いかなと思ってたけど、すぐこんにちは。舗装路を渡ってこの天文台まで、台まですぐやったね。うん、もっと遠いイメージやった。え、そうなの。えらい飛んだな。35や。35。うん、35や。はい、34。はい。いや、なんか自分のさ、34の時を思い出しながら走るとさ、ちょっと感慨深いもんがある。うん、いや、体はね、置いていくけどね、記憶力とかも。でもね、まだまだ元気になれる自信あるよ、気持ちも。らしいです。はい、33。はい、来ました、32丁です。31丁です。31丁です。31丁。ついに来ましたね。20代ももう終わりやで。ほんまやね。次は20代やで。わっか。30丁。30代終わり。おお、30代終わり。20代に突入。はい、突入です。29。わあ、バクバクすんね。あの、今日は登山の始めたばかりの人の気持ちにすごく寄り添っていると思います。私むちゃくちゃしんどかった。バテたんやな。バテたバテた。もうやたって過ぎてからの登り、こんなしんどかった。大したことないはずないけど、むっちゃしんどくって。でもね、しんどかったらしんどかった分だけ、このゴールの喜びもひとしお。とにかく怪我だけしいひんかったら、一歩一歩進めとったら、ちゃんとカウントが減っていくから、絶対にたどり着くから、それを信じて一歩一歩進むこと。しんどかったら休んでもいい。とにかくけつまずかないように気をつけて。たどり着かないゴールはない。ね、そう、このちっちゃな一歩が確実にゴールまで自分を運んでくれる。自分を信じて、足を信じて進もう。28。あ、
完全に待ち望んだゴールなのにちょっと名残惜しい気がするわなんかほんま車の音が近くなってきた。鏡石はい、今ちょっと苔もしててほんまどこが鏡っていうような様相ですが、うん、あれが鏡だそうです、うん、はい。この石に向かって真言を唱えると真願成就を追ってると言われています。26丁。24丁。はい、24丁。一発23です。23付近はもうこんな広くてフラットな道になってるから、はい、もうちょっと行ったらガッと登ります、はい、一休み中です。わかりやすいね。22、はい、そうやほら、この下これは面白いって言ったら申し訳ないけど、あの土が長年かけてこうなったんやな。20兆。おー、20代終わり。成人しました。さあ、いよいよティーネージャー。19兆。おー、危ないよ。19兆。おセブンティーン。はい、高校入学おめでとう高校入学おめでとうございます。15兆。はい、この道を弘法大師は月に9回往復したということですね。往復ということは40キロ、かける9、月間360キロ走ってるということですね純喜さん負けてますね。考えたこともなかったわ。あ、14兆。バカ、そんなこと考えんのりゅうちゃんぐらい月間360キロ走ってるっていうか、普通の360キロじゃなくてこんな山道やで。あ、すごいわ。これはなんかご褒美やねなんかこんな風景見るのも久しぶりだわ。13兆。はい、もうすぐ小学校卒業や。うん、12兆。はい、12兆過ぎるとちょっときつい、ね、最後の坂、はい、つづら折れに、ね、なってくるんですよね。でもこれさえ過ぎればね、はい、で大門が6兆やから6兆分ぐらい登ったらいいってことやな、はいはい、めっちゃ裏になってるやんなんでこうしたんや調子の方が古かったんやな10兆です10兆ですね意外と見落としがち。10兆。9兆です。おお、9兆やりました。じゃん、着いたよ。1時32分距離は、距離は 21.5 キロです、はい、やっぱり、ね、大門です。大門はすごい大きいよね。いいね。いや、来るって分かっかぶってるわ。Thank you.
し。ここは六町です。五町です。なあ、全然気にも止めてなかった。うん、おお、山頂。おお、囲ってあるね。石って書いてあるけど、石はどこなんていう。なあ。分からんね。ねえ、自尊院側って言ってる。あ、それそれ。あ、ほんまや、ほんまや、ほんまや。ここまともに見たの初めて。おるわ、おるわ、超石あんなとこに。昔はあっちが道だったんやろな。おお、なんかやっぱり大門と重厚さが違うね。根本大塔です。はい、滑りますよ。滑りますよ。はい、ここ山頂ですね。はい、今度逆打ちって感じ。逆に奥の院の方に向かって山頂、四頂、五頂って増えていくはずです。なるほどね。うん、はい、現在地はここです。我々が来たのはこの黄色の点線のこの長石道から来て、大門、大門からこう来て、この辺がゼロ町やったかな。そうそうそう、うんうん、でこうだんだん増えていって、また、まあ、ここに来ましたと。で奥の院はずーっとまっすぐ行ってこちらです、うん、はい、っていうような感じになってます。はい、はい、ここが総本山の本郷墓地です。はい、まさかの14時です。そら、うん、お腹も空きますわ。やりました、ミッチーさん空いてます。じゃーん、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い。このミニラーメンが可愛いよね。このちょっとラーメン食べたいっていう汁物代わりって感じ、うん、可愛いよね。胡椒も振っちゃうよ。いただきます。もうカツ丼めっちゃ食べたくってさ。あらまじしきました。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ここの名物は唐揚げです。唐揚げ食べへん人は邪道です。あ、カツ丼食べるっちゅうね。いただきます。じゅーん、はい、完食してしまいました。完食です、完食です。私の唐揚げ2個取られました。回収済みです。お好みはひっそりしてます。うん、こんなにこう視界に人が入らんのは初めて。うん、なあ、だいたい外人さんが多かったけどね。特急券が必要になります。特急券は交通番号7番号に私さんの名前ご乗車ください。4号車31、32